はいどうもこんにちは。いつもおもチャンネルをご覧いただきまして誠に誠に誠にありがとうございます。ということでね、今回は、こちらでございますね。また変わった形のカプセルでございます。カプセルがこんな形でこのまま出てまいりました。何やらこれがね、ちょっとね、なんかどう言ったらいいですか、ジオラマみたいな感じですか。そのね、カプセルごと遊べるような仕様になっておりますね。ミッキーマウスのね、ディズニーのあれでございますけどもね。ま、早速ちょっとね、どんなんが出るかわからないんで開けていきましょうね。これは結構頑丈に閉まっとるね。どっからいけるのかな？開くのか？開かねえのか？わかんねえわ。ここちょっと切っときましょうか。ちょきっと。ちょきっと切って、おっ！ OK！来ました。おー、さあこれがなんかどんな感じなんですかね。これが、お、ここが、あ、開きますね。で、行ってみましょう。どんな感じで入ってるのか。さあ何が出るのか。せーの、ドゥー。お、なんだこれ。うわ、ガチャガチャ、すげえ、なんかちっちゃいガチャガチャ、ちっちゃいガチャガチャと、おお、かわいいですな。ミニフィギュアたちが入っておりまして、で、あ、ステッカーでございますね。ステッカーが入ってまして、はい、こちら、説明書とお呼びするんでよろしいでしょうか。ね。ちょっとこちらから見ていきましょうか。ディズニーキャラクター、ガチャプレイハウス、イェイ。ね。はい、全6種類ですね。どんなお店があるかな。あ、これ一応すべてお店という設定になってるんですかね。見てみましょう。デイジーのケーキ屋さん、ドナルドのおもちゃ屋さん、おっと縦に開くしよう、はい、ミッキーのお菓子屋さん、はは、ミッキーのお菓子屋さん、プルートのキャンディーガチャショップ、グーフィーのお花屋さん、ミニーのおしゃれなブリック、はい、ということで以上の6点になっております。はい、真ん中に堂々と写真を見てステッカーを貼ってって書いてますんでね。あ、こっちに続いてますね。写真を見てステッカーを貼って組み立ててねということで、写真を参考にステッカーを貼ってということでございますね。はい、あ、ここなんかちょっと面白いこと書いてますね。ジョイントパーツでつなげるとショッピングモールになるよ。ほうほうほう、なるほど。6種類を全部つなげるとショッピングモール、まるでイオンのような感じになるんでございますね。おそらく、それは大げさか。まあいいや。なんかそれでは何個か欲しいですな。あ、ということで、まあ説明書はこれでいいとしまして、早速ちょっと組んでいきましょうか。うん、どうなってんだ、これ。はぁ、まあいいや。やってみましょう。はい、今回が出たのが、これですね、プルートのキャンディーガチャショップになってまして、若干ちょっと白黒じゃ分かりにくかったんで、ちょっとネットでね検索しまして、こういうのがあったんで、ここでちょっとこれを参考にして組み立ててみたいと思います。ですでございます。はい、まずはこれを中身出しますか。お、なんか落ちた。で、こちらがステッカーね。ステッカーはこうか。おー、シールが、あれ表に貼ってある。てかね、このシールが袋の層に貼ってあったんですけども、ここから剥がれた形跡がないですね。これは何か工場の陰謀か。おい、まあいいや、使おう。これをね、あ、これね、ここに貼るんですな。ここね、こいつのリボンもで、ステッカーをここかな。
これがどうなってんだこれ。このシールはちょっと大きいんですけど、なんかここに貼るようみたいな感じになってるの。これ一応貼っときますね。これね、これでいいのかな本当に。ね、フロート。はい、こんな感じですね。で、この花柄のこれをここに、これね、なんか取れるみたいです。これ。よいしょ。はい、取れました。でこれをここでいいのかな、このガチャガチャの両サイド、よし、そうですね、完璧。大きい窓をこちらの外の内側、これね、こっち側の内側に窓っぽくつけまして、でこれは多分さっきの1枚があれでしょうね、余ってるでしょうね。で、これはどこだ、これ。お、これ、これが、これ、ああ、これ、これは、表かい？あ、下、下ですわ、これ。これ、ここですわ。これね、ここ。ここ。ね。ここに貼ってください。こうね、こう。こうです。こうでございます。んでから、あとは、あ、ステッカーこんなもんですね。ステッカーがこの程度でございまして、あとはこれを、これは飾りですわな。飾りで、これがジョイント、あ、ジョイントがここにはまると。え、グッド、ジョイント。これでいっぱいつなげてショッピングモールみたいなね。で、この丸いのをここに刺すと。これを、これ、あ、こう。こっちか、こっちをこう刺すと、刺すを刺すと、ここでできた。つけて戻しましょう。はい、よいしょ。これで OK かな。はい、OK。はい。んで、こう飾って、で、あ、これはもうあれですね。キャンディーとかをこう。ね、これがケースになってるんで、キャンディーとかをこの棒にこう入れまして、入れまして、はい、これでプルートのキャンディーショップの、あ、完成。なるほどね。ほうほうほう、こうなるのか。なるほどね。ちょっとカメラ変えましょう。はい、こんな感じでね、まあ、セッティングはあの皆さん次第なんですけどもね。はい、ブルートのキャンディーショップ、ガチャキャンディーショップですか、キャンディーガチャショップか、キャンディーガチャショップがこんな感じで出来上がりました、ね、組み立てはまあ割と簡単は簡単なんですけど、ちょっとあの説明書を見るの、じゃあ白黒でちょっと分かりにくい印刷だったんでね、ね、もしあれでしたらこれをぜひ参考に皆様やってみてください、ね、でこの真ん中のこのガチャガチャはこの回しても特に何もならないんです。ちょっと上の玉が動くぐらいか、上の玉が、まあ、動かないかな、うん、ちょっと動くみたいな感じになってますね。でもはい、こんな感じでキャンディーもね、こんな感じでセッティングしてたりね、ね、ガチャガチャアップで、こっちが窓付きのあれと、はい、でまあ使わないときはこれ中にね、この辺にこれ入れて蓋閉めることもできるんでね、はい、まあこんな感じで飾るような感じでございました。はい、ということで今回ね、ディズニーキャラクターガチャプレイハウスということでね、全6種類あるうちのブルートのキャンディーガチャショップが出てきまして、おっとカメラ出ていた、こんな感じで組み終わりました。はい、なかなか可愛らしい感じでございますね。特にこのフルートの感じは、これね、結構しっかりできてますよ。細かく可愛らしい感じになってます。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました、ね、ぜひまたあのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた、さようなら。
ガーリー君、ガーリー、ガーリー君、ガーリー、ガーリー君のフィギュアストラップでございます。ガリガリ君ストラップをつけて夏を楽しもう。皆様夏をエンジョイしておられますでしょうか。そんなあなたにぴったりのガリガリ君フィギュアストラップ、今回一つだけブレッジヴァンガードさんで買ってまいりました。250円でございます。はい、ということでね、まずはラインナップから見てまいりましょう。こちらからいきましょうか。サイドでございます。ソーダ、コーラ、なし、ぶどう、アップでいきましょう。ソーダ、コーラ、なし、